K-3 はアメリカ海軍の潜水艦、京急潜水艦の3番艦、当初の艦名はオルカであった。オルカは1911年11月17日に K-3 に改名された。1912年1月15日にカリフォルニア州サンフランシスコのユニオン鉄工所で寄港する。1914年3月14日に クラレンス・メグス・オディ夫人によって浸水し、1914年10月30日に、艦長、FT 中隊員の指揮下収益する。収益後1914年12月に、第11太平洋水雷小艦隊第3、潜水艦隊に合流し、カリフォルニア州沿岸で、対潜水艦船術の開発及び艦隊での、潜水艇使用の調整を行った。 1915年10月14日にハワイ海域に到着、同様の任務に従事し水中戦の重要性を認識させることに貢献した。アメリカ合衆国が第一次世界大戦へ参戦し、経験豊富な潜水艦の陸民の必要性が高まることとなった。K-3 はフロリダ州キーウェストに派遣され、1918年1月8日に到着する。 対戦の残りを K-3 はフロリダ沿岸の紹介に費やし、兵員の水中戦の技術を訓練した。戦後も東海岸沿いの作戦活動に従事し、超音装置、バッテリー及び魚雷などの新型機材の試験を行った。1922年11月7日、K-3 はバージニア州ハンプトンローズに到着し、 そこで1923年2月20日に退役した。その後1931年6月3日にスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。